翡翠マガタマのレプリカ翡翠製マガタマは、マガタマの内翡翠でできているものを指す。日本産の翡翠を日本の工房で加工したものとされる。北海道のミミ4号遺跡、オフキ遺跡、青森県の三内丸山遺跡、亀川岡遺跡、新潟県の糸井川の長蛇ヶ原遺跡、寺地遺跡、長野県のリザン遺跡などから出土しており、縄文中期頃から作られていた。特に、 長者が原遺跡や寺地遺跡からは、翡翠製マガタマと共に、翡翠加工工房も見つかっている。蛍光 X 線分析により、山内丸山遺跡や北海道南部で出土する翡翠が糸井川山であることが分かっており、縄文人が広い範囲で交易していた事実を示すと考えられている。朝鮮半島では5世紀から6世紀にかけての白木、九だら、みまの勢力圏内で、 大量の非水性まが玉が出土しており、白木の宝冠や耳飾りなどに非水性まが玉が多く使用されている。このことから、戦前の日本の考古学者は、和国の清流化範囲を示すものと解釈していた。戦後に至り、一時期、朝鮮から日本へ伝来したものという根拠に欠ける、新解釈を提唱する学者も現れた。しかし、 マガタマに使われる宝石レベルの翡翠の産地は、アジアでは日本とミャンマーにほぼ限られること、朝鮮半島での出土例は日本より時期的に遡るものが見られないことに加え、最新の科学蘇生の検査により、朝鮮半島出土のマガタマが、糸井川周辺遺跡のものと同じ蘇生であることが判明し、和から朝鮮半島へ伝播したことが明らかとなった。 中国の五漢書では、で白玉清玉と記されてあり、義士和人伝によると、伊予が義に二つの青い、大きなマガタマ玉二枚を献上したと記されている。また、随書八十一官列伝四十六によると、白木とくだらは和を珍しい文物の多い大国と、崇め、大和へ使いを通わしていると記しており、マガタマ特に非水性マガタマが、交易品として、 重要な意味を持っていたことが伺われる。川出高雄江戸、日本歴史大辞典、17、東京、川出消防新社、P54、奥区2076万2728、門田誠一、朝鮮三国時代における、皇玉ガ魔マの象徴。 古代東アジア地域省の考古学的研究 P148 から149-2006学生者、ISBN 978から43億1130万4897沙乙女正宏早川康弘、日韓攻撃性マガタマの自然科学的分析朝鮮学法16221から421997 朝鮮学会一春0577から9766町田明、ひすいひすい世界大百科事典、平凡社。ありがとうございます。